今日はこれにしましょう。桃江さんの夢先案内人という曲でした。これすごい良くないですかね。めっちゃ好きな曲なんですけども、こちら山口桃江さんの中でも割とこうゆっくり、なんか嬉しいゆっくりっていう曲だよね悲しい曲もたくさんあるけどいいですよね、この曲。よき、では今日もありがとうございました。また明日も配信するので、よかったら明日も会いに来てね。おやすみ、バイバイ。5、4、3、2、1、バイバーイ。